じゃあ博士の夢の折り紙教室を開催する運びとなりました。で先生は徳島で学校の先生、数学を教えていらっしゃる先生なんですけれど、はるばる遠藤駆けつけてくださいました。で今日はこの本の中から2つ作品、かわいい家と玉手箱という作品を教えていただきます。ちょっと笠木先生の作品は難しいということで、でもだから人気があるんですけれども、とても素晴らしい作品なので、皆さん頑張ってチャレンジしていってください。それでは先生、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。本当に雨の中ですね、たくさん集まっていただきましてありがとうございます。で今日今紹介しましたようにですね、作品は小さなお家ということなんですが、出来上がりがどうなるかっていうのも一つの楽しみかと思いますので、完成品はあえて持ってきておりません。こういう形のですね、4枚組の四角い筒をですね、組み合わせて、お家を作っていきます。だからレゴみたいな感じですね。それを最初に、作ります。それからもう一つはですね、これは逆に人たちが分かってた方が分かり、何を作るか分かるので、こういう形の四角い箱で、こういうふうに身とですね、本体と2つに分かれておりますが、それぞれ配色を見ていただければ分かるように、こちらは4枚ですね、こちらも4枚です。ただこのお時間1時間半ですので、全部作ることは無理なので、今日は皆さんには蓋だけ作っていただきます。で身の方はもう皆さんにすでに お配りしておりますので、結論を先に言いますと、蓋の方が身より、ちょっと難しいんですね。だから蓋ができれば身は絶対できますので、これは後で蓋が完成したら今日完成させて、それをかぶせるという形にしていただきたいと思います。それから、先ほど順番逆になりましたけれども、家の方も中にブロックですね、そういうのが5つ入っております。で実際作る時には6個使いますが、6個のうちの欠けている1個を今日皆さんと一緒に作って、その組み立てのところを今日ちょっと練習していただきたいと思っておりますので、時間的にはですね、両方とも完全に完成できると思います。はい、ということで早速始めたいのですが、私一応いろんなところでですね、折り紙の講習とかさせていただいているんですが、私の作品の中で一番こう皆さんに追っていただけているものはですね、ここにありますようなバラですね、バラの花です。でこれはイプロンという名前をつけておりまして、その理由は、私は1分で折れるからですね。私はですね。ですがもう皆さんも練習すればですね、少しは短い時間で折れるようになるかと思いますが、それで今日はですね、実際に本当に1分で折れるところをご覧に入れますので、今からやってみせるんですね。こういうちょっと厚めの紙を使います、ね、そして、目安が全くないんですね。だいたいこの辺に合わせてこう、ね、この辺に合わせてこう真ん中だけちょっとちっちゃい折り目を、短い折り目をつけます。そうしますと中央に四角いこう折り目がつくんですね。でそこの角を使いまして、放射状に4本の折り目をつけて、次が面白いところなんでよくご覧になってください。よろしいですか。こうやったらあっという間にこんな形になるんですね。まあ、ここがちょっと練習が必要だということですね、はい、であとは外側の花びらを少しずつ形作っていきますけれども、これもご覧いただいてますように目安がなくて大体こんな感じでおりますので、ヤッコさんとかですね、鶴のように角を合わせてみたいな折り方じゃないので、これもその加減をこうマスターするのはちょっと難しいです。はい、難しいですが、一応折り方は本に載せておりますので、興味ある人はですね、ご覧になってください。
これ内側にやってるのはこう開かないようにするためのですね。で、もうほとんどこれでバラが出来上がってまして、こんな感じで出来上がるという、はい、で残念ながらこれはね、あの最初今説明しましたけど、ちょっと難しいのでここで講習するということはちょっと難しいと思いますので、興味ある方は本とかですね、あといろんな折り紙愛好家の人が僕の折り紙のね、講習会とかされてるから、そこでですね、あのどなたかに習ってみてください。はい、それでは、最初に皆さんのお家を作っていきたいと思いますので、このブロックですね、このブロック5個ですね、5個あると思います。それから、あ、ちょっとお借りいたします、このこちらですね、こういうあのちっちゃい色紙の入った袋からこの色紙を取り出してください。7.5 センチ角の色紙を袋から出していただきます。では、折り始めます。とりあえずですね、必要なものはこの袋の中に入っている紙のうち、配色は何か決めて入れてます？6枚の方が横状にというので、3枚の方が縦状にという。ブロックを作るかな。ブロックを作る、1個追加しなくてもみんなできる。これを出して、あ、じゃあまあ何でもいいです、はい、じゃあ2枚ずつ、2枚は、はい、はい、それではですね、ブロックを作るためにですね、分かりやすいように、2色、2枚、2枚ですね、取っていただきますでしょうか。はい、2枚、2枚ですね。はい、じゃあよろしいでしょうか。じゃあ行きますので、はい、こちらご覧ください。それじゃあ、机の上に紙をですね、裏返しまして、こういう斜め向きに置きまして、三角形に畳みます。簡単にやってください。色が外にもちろん出ますね。そしたら次よろしいでしょうか。次はこのまままた尖った角ですね、これを合わせて半分に三角に折ります。それで折れば、できた、うんうん、そしたらまたそれを半分に、はい、いいですか。はい、そしたら折ったら今のところだけ開きます。開いた、あの折り紙するときに注意していただきたいのは、裏と表ですね、私は皆さんたちが見た向きに折っておりますので、皆さんは今ここで真ん中がへこんだ谷折り線になっているように見てくださいね。はい、そうしますと次はこの尖った角をですね、この真ん中ここに合わせています。左側も同じですね。なるべく机の上で折ってくださいね。その方が綺麗に折れますよ。こういう感じです。あの爪でこう折り目をこう ずっとあの爪でこうしてください。そうすると綺麗に仕上がります。皆さんこの指のね、この指の腹で折る人が多いですけど、それでは綺麗に折れませんからね。爪で折りましょう。そしたら残りですね。今1枚やこれ使ったとしましょう。残りあと3枚ありますので、同じものを、
3個作ってください。先生、色は変えた方がいいんですか？いや、あの、いや、全部で 2色と2色です。2色、はい、2色ずつ、はい、その方が、あの、後で読むだけ分かりやすいです。あ、谷子さん、今使った分は補充、はい、あ、してきます。それを一回ここで真ん中のどこかを取る。あの、慌てないでくださいね。丁寧に折れば後で早く組めますからね。できた。あ、そうですね。はい、大丈夫です。はい、それでは、次いきますね。今ちょっと色が違うんで、これがですね、2色、それからこちら側が、だからこの2色だとしましょう、ね、そしたらですね、色を決めてください。同じ方の色のものを2個取り出して、ちょっと一折り加えます。まず最初ですね、こう開きます。自分で色を決めてくださいね。今からしてもらうのは4つ折ったうちの2つだけです。でこれを裏開いた後裏返します。はい、裏返すと折り目が全部山になっていると思います。この向きですよね。そしてこの向きにして開きますね。こういう風に開きます。机の上で向きをね、ちゃんと間違えないようにしてください。そして手前の角を真ん中に合わせます。これをここです。もう一枚も同じようにちょっとしてみてください。もう一回やりますよ。こう開いた後裏返して、全部山折り線であることを確認してから開きますね。そして真ん中に合わせますよ。こっち向けて開いて、はい、よろしいですか。はい、できてますね。そしたら、あとは簡単です。これ真ん中、これ山谷折り線になってますから、こういう風に戻します。こちらも同じですね。あ、それじゃあ次、次というか最後ですけれども、ここ真ん中の線は山折り線でしょうか、谷折り線でしょうか。
山ですね、はい、ですから今度は空中に浮かせてここを山折りにして三角形にして出来上がりです。もう一つも同じですね。ということで、一応これが2つできました。じゃあ残りこちら側ですね、違う色の方はですね、これは、開いてこのこう真ん中に谷折り線になってますので、そのまま半分に畳むと、シルエット的には同じ形になりますね。おっぱいだろ、おっぱい。でこれでこのブロックを組み立てるための部品が4つ出来上がりました。この4つをですね今から組み立てます、組み合わせます。いいですか？いやもう終わってますけど、これちょっといらないです。あとこれちょっと間違いします。おっぱい、じゃあこれを今から組み立てていきますが、はい、2つ種類のこの裏の白いのが見えるものと見えない方ですね、この2個を組み合わせます。で向き的にはこういう風に、置いてください。でちょっとこれが三角形の形なので分かりにくいと思いますけど、この開く側の角が手前ですね、こっち側に開いて45度の尖った角が向き合うように机の上に置いてみてください、はい、この向きですね。机の上に平べったく置かないと分かりにくいですよ、はいはい、そうしますと、はい、それじゃ組み合わせますよ。こちら側はですね、2枚重ねになっております。こっちは1枚だけですね。そうするとこの1枚2枚重ねのネットで1枚の部分をこういう風に挟むことができます。ちょっとごめんなさいね、こんな感じですか、こういう風に挟めると思います。とりあえず先端だけこう噛み合わせればいいですよ、ね、机の上でやってください。はい、そしたらこれこのまんま少しずつ押し込んで、このまっすぐ折れたところですね、この下側に差し込んでこんな感じですね。今これ途中まで差し込んでるところです。ですね、ちょっとコツを言うの忘れておりました。これ完全に平べったくすると摩擦が強くて差し込めませんので、少しこう半開きにしてですね、そうすると奥まで差し込めます。こういうお家の屋根みたいな形ですね、屋根みたいな形にしておくと綺麗に差し込めますよ。で一番奥まで差し込みます、こんな形になりますね、はい、よろしいでしょうか。また後で見てまいりますので、うまくいってない人のため、はい、それじゃあ残りまだ2枚がありますので、それでやっぱり同じことをします。じゃあちょっと空中に持ってやりますね。皆さんの方から見た側でやりますよ。もう最初からここを少しこう直角ぐらいに開いておくと差し込みやすくなります。この2枚重ねのところにこれを白いところをこう入れますね、こういう、そして奥までギュッと差し込む状態ですね。差し込んだ後は平べったくしてくださいね。完全に畳んでしまいます。はい。ここまでまだできてない人いますかね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい。あそこまで来たんですね。はい。それでは次いきますね。次はですね、これを向かい合わせに置きますが、向かい合わせに置くときの向きがありますので、それを次に説明します。こうやってとりあえずこういう尖った角が向け合うように机の上にちょっと置いてみてください。少し開きますけど構いませんよ。とりあえず置きます。
そうした時に今私が最初に説明した通りの配色を使っておられる方はですね、ちょっとすみませんお借りします。ちょっとご覧ください。こういうふうに、置いた時に色がですね互い違いになっている向きに置いた人と下側に同じ色が揃うようにですね、上に半分と下半分が同じになるように置いた人いらっしゃると思いますけど、互い違いになるように机の上に置いてください。こうですね。で互い違いに置いた後にさらにもう一つあるんですね。ちょっと難しいのが、それは何かというとですね、先に正解をですね。これはですね、この部分がこういうふうに上からかぶさってめくれる側ですね。こちら側がめくれる側、この向きになるように置いてください。めくらなくていいんですよ。向きが分かるようにですね。意味分かりますか？ここちょっと分かりにくいと思うんですが、こうじゃないですよ。こっちに右側のやつは上にめくれるではなくて、右側に置いたのは下にめくれるような風に置いてください。そうですね、はい、そうです。皆さん大丈夫ですね。はい、それじゃあいきます。で、これをですね、今から4つか こちら側に4つ角がありますね。こちら側にも4つ角がありますが、それを差し込んで組み合わせるんですけれども、必ずこのめくれる側のこの角とその奥ですね、この2つを反対側のところの袋に差し込みます。少しですね、いっぺんに全部差し込むのは難しいので、ちょっとだけ差し込んでみてください。2箇所です。もう一回やりますよ。いいですか？この手前を先に差し込むと難しいので、奥の2つをこうやって右側の左に差し込みますね。でまた同じように右側の左側に差し込みます。はい、でちょっと差し込んだら、今度は左上の方ですね、こちらも逆ですね。左側にある2つの角をまず奥にある方をちょっとだけ差し込んで、また同じようにここにまた差し込みますよ。こうですね。だから入っていく方向が手前のこちらと上側では逆の反応ですね。やりにくいと思うので、机の上に置いてやった方がやりやすいですね。そしたら、一応一通り4つが全部差し込めたらですね、平べったいまま机の上に置いてですね、少しずつ押し込んでいきますね。4つを同時に押し込むとうまくいくんですよ。おっぱいですよ。こんな感じですね。どこかの2箇所だけ先に差し込むみたいなことをすると、うまくいきません。少しずつ全体を差し込むというのがコツですね。おっぱいです。で一番奥まで差し込みますと、こういう正方形になります。真四角になります、ね。はい、真四角になりましたら、ここを開いて押してですね、四角い筒にすることができますよ。いいでしょうか？ちょっとよくわからない、うまくいかないという人はお手伝いします。できてますね。あと押すだけですね。はい、はい、そしたら最初にお配りした、ブロックですね、それと比べてみて、まあ大体同じ形になっていれば、それで正解ということですね。はい、よろしいでしょうか、ここまで。では次、いきますよ。はい、それでは次の作業に入ります。では また色は何色でも結構ですので、たくさんある方の色を選びましょうか。たくさんある方の色、まあ何色でもいいです、色は別にね。はい、それじゃあ今から塗っていきますよ。はい、それでは今度はもっと今まで折ったものより簡単です。
まず色の裏側が見えるように机の上に置きます、ね、そして、四角に半分に折ります、はい、横長の四角形になりますね。こういうあの爪でこうキュンと折ると後の仕上がりが綺麗になるんですね。はい、はい、それじゃあ次いきますよ。今度は今横長になりましたけど、さらにそのまま半分に折って小さな正方形真四角にします。はい、そうですね。はい、それじゃあ、次行きます。次というかもう次で終わりなんですけれども、ちょっと説明のためにもう一回さっきのやりますよ。半分に畳みましたら、ここはもともと色紙の中心になったあった点ですね。その点を覚えていて、ここから斜めに上の1枚だけを斜めに三角形に折ってください。上の1枚だけですね。こちらはい、そしたら、今度はですね、この今折ったこの線に合わせて反対側に折ります。下の1枚をですね、この線に合わせて反対側に折ります。山折りですね。はい、はい、そしたら折り終わったらですね、この三角形に折った2つをですね、ちょうど直角に開きます。こういうあの紙飛行機みたいな感じですね。この形、これで、このブロックを組み立てるための部品は完成です。これと同じものをですね、あと5個作っていきます、はい、簡単なのでそんなに、時間はかかりませんね。はい、5個です。Yeah.
校時代の今ですね、そちらの方でちょっと苦戦されている方がいらっしゃるんですけどね、あの出版社の方なんですけど、出版社の方、あのこっち、あの朝日出版社はどちらかというと語学とかですね、人文系の方を得意とする方が多くて、そうなりますといわゆる文系ですね、文系なんです。で実は折り紙、あの世界中でたくさん折り紙をやっている方がいらっしゃるんですけれども、最先端でいろいろ新しい折り紙を考える人はもう 99% 理系なんですよ。でまあほとんどの人が数学が得意な人ですね。だからあのちょうどここに小さいお子さんいらっしゃいますけれども、子供の頃から折り紙させているとですね、あの自動的に数学的な頭ができますので、あのそういう役は有効性はあると思います。はい、それではですね、組み立て方をあのまだ6個できてなくても、とりあえず組み立て方は説明できますのでご覧になってください。よろしいでしょうか。はい、ブレーでいきましょうか。ブロックを今作ったものに対してですね、こういう形、真ん中のこの三角形の形をまず見つけてください。ブロックの横から見てですね、この形わかりますか。じゃあちょっと分かっているかどうか確認するので、指で刺していただけますか、ブロックのこの形を。いや、あの私はあのこれです。こちらにあります。こっちですね。はい、四角い筒の中のこの形ですね。色じゃないですよ、この形で。はい、皆さん分かっておられますね。ここにですね、ちょっとあの私今から差し込みますけど、別の部品で差し込んだ方がちょっと分かりやすいので、ここにですね、こういう感じでこう差し込む場所があるんですよ、こっち側ね。でここに今から今皆さんが折っていただいたもの、これを差し込みますが、この紙飛行機みたいになったこの形、ここ少し開きますね。この間開きますと尖った角ができますね。この尖った角、この角を今ここにこういう形で上からですね、こう差し込みます。わかりますでしょうか。はい、で今先端だけ差し込んでますけど、奥まで入れるときちっと収まります。ちょっとやってみてください。よくわからない人は手を挙げてください。お手伝いいきますよ。大丈夫ですか。ここです。これはここです。はい、そうです。今分かったですね。はい、そしたら今あのこの6個作っていただいたこれっていうのは左右対称ですので、こちら側で差し込めたということは反対側でもう1個ブロックが組めるんですね。はい、ですから、新しいこちらですね、もう1個のブロックのやはりこの形ですね、この形を見つけてそこにこう差し込む。そうすると2個が隣り合わせにつながります。全く同じように差し込みますね。いや、この角です。この角。いや、もうこれは使えません。この角で。あ、この角でね。はい。これ分かった人はあと2個ブロックがあります。あの全部で6個ありますけれども、あと2個を同じように組んでいく。必ずブロックの中の三角形の形を見つけてそこに差し込むというふうにすると分かりますよ。いいですか。こうやって同じものを2個ですね。ちょっと私コンセント差し込んだ様子が分かるように少しはみ出させておきますね。一番ここに差し込むちょっと手前で、あと2つ別に新しいので組んでください。
それでは次行きますよ。あ、いやもうこれ2個だけですよ。あと2個は組まないですよ。いいですか、間違いないで。はい。じゃあ次行きます。これをですね、この2つ組んだものをさらにまた組んでいきますが、どうするかというとですね、今組んだものをですね、先に結論言いますと、こうですね。こういうふうに組みます。で、これはこう組みますと言ってもピンとこないと思いますので、ですね、こちらからいきましょうかね。先ほどこうやってここにこう差し込みましたね。こう差し込んだでしょ、はい、それに対して今組んだ方の反対側、裏側を見ますとやっぱりこの三角の形が見えると思います。三角形わかります？自分のブロックの三角形 を見つけたらそこにですね、やはり同じようにつなぐための部品を差し込みます。向きはもう自動的に決まりますのでですね、はい、それから反対側にやっぱり同じようにこの三角形の形がありますので、そこにやはり差し込みます。同じように差し込みます。こうなります。今1個つけたものの中に 2個突き出すんですよ。あと1つは何も触りません。こちらだけです。ちょっとこれ間違えてくる場合がありますので、ちょっと確認させてください。 2個つけるんですよ、2個、はい、まだ1個しかつけてないですよね。で、あ、つけてますか。ちょっと見せてください。向きはこれが逆なので、もう一個の反対側だったんですね。これです。はい。いや、基本的にはいいですよ。はい。こうですね。はい。他は大丈夫でしょうか。これで一つのことしかないです。これが逆というか反対の角、こっちの角、これでいいです。はい、結構ですね。手伝いましょうかね。はい。そうです、そうです。それで結構です。はい。あと、こちらどうなったんですね。はい。はい、はい、それでいいです。で、今度はこっちに、はい、はい、そしたらですね、もう組んまだ組んでない人はまた確認します。今組んだ側のこちら側にやっぱりつなぎの部品の角が余ってますね。それでもう一つの方のものをこれ組み立てて、これも同じですよ。先ほどのブロックの三角形の形を見つけてそこに差し込むということです。ちょうどこういうふうにブロックが4個組めるということです。これどっちも差し込みますね、はい、あとこっちもそうですね。これはすごいね。
あ、これ違います。これ差し込む場所が違います。あ、これ違う、ちょっと違います、違いますっていうか、もうこれはしないんですよ、これをここにつなぐ、あ、そうですか、これをですね、これをここにつなぐ、ちょっとそっちもです、はい、あとギュッとこう、はい、はい、それでは次に行きますね。屋根を差し込むための場所を今から作っていきます、ブロック4つこういうふうに組んだときに、それを真上から覗き込んでください。そうしたときにですね、ここにこう爪みたいなのが内側に見えると思います。自分のブロックの中にこういう、指を入れたらこうちょっとここ浮く、こちらもこうちょっと浮く、ここ分かりますでしょうか。自分の中にまずそれを見つけきらないとできませんからね。いいですか。隣り合わせのブロックに2個こうこの爪みたいなのが見えないといけない。よろしいですか。でここにですね、今作ったあと2個余ってますね、これね、2個余ってる、この角をここの隙間にそれぞれ差し込みます。ここちょっとやりにくいので指を入れてですね、爪を差し込んで、まあ立ち込みが終わるとこんな感じになるんですね。横から見るとこうですね。だからまずその差し込む場所、あ、逆に、ちょっと差し込みにくいので、ブロックの中に指を差し込んでですね、入れて。反対側も対称に組んで確かめます。そうですね、そこは結構ですね、はい、あ、そっちは開かない、そこはそのまんまです、そこはそのまんまです、はい、そうです、それで結構ですよ、はい、そうですね、大丈夫です、はい、あ、これちょっと違いますね、ここと、でもここまでだとね、難しいです、困らない上に落ちるとき、そうですか、だけど、はい、今度こっちもこう、はい、こう鏡に映したように対象にこちら側にも差し込みます、はい、はい、そうです、はい、この間の、はい、そうです、あ、これ指で腰開かないとちょっと入れつきが入らないので、ちょっと、もう一つも反対だけ、綺麗に折れてるから隙間が広がらないんで、角の一方は割とスッと入るけど、あと一方はちょっと指で爪の部分を開かないとなかなか入らないですね。ちょっとお手伝いしましょうか。はい、いい、この間2個目なんですね、これでいいですね、これでいいですね、あ、これはちょっと違っていました。ここは常に直角だし、爪の、これは、これ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 
それでは、次いきますですね。いいですか。今あの作ったのあれ私のどこあこちらですね。こちらあと1個こちらに差し込みますが、はい、これあの例えがちょっと悪いんですけれども、こうあの第二次世界大戦の時にですね、ドイツとか空襲されたらこう屋根が落ちて壁だけ残ってるんです、 あれと同じ状態ですね。だから、屋根をこれにつけます。はい、それじゃあ屋根を今から折っていきますね。いいですか。屋根を折るための紙はあの袋の中に、この袋の中にですね、もう一枚入っております。この正方形じゃなくてちょっと、 ありがとうございます、切り落としたあのちょっと長方形ですね、この紙で折っていきますので出していただけますか。はい、それでは、はい、こちら行きますよ。いいですか。まず最初、裏側に置いてですね、縦長に置いてください。縦長、裏側の白いのが見えるように縦長に置いて半分に折ります。折ったら開いてくださいね。折ったら開いて、縦長に置いて半分に折って開くんですね。開く、はい、じゃあ次いきます。真ん中に線ができましたので、それに合わせて下の縁と上の縁を折ります。ちょっと小さくて見えませんので、大きい紙でこれを、はい、はい、よろしいですか。はい、そしたら、ちょっと皆さんに合わせて一応あの色がついているので説明しますと、次はですね、真ん中の線でこれ半分に畳みます。はい、それ畳みます。真ん中で畳みます。ちょっと小さくて見えにくいのでこちらで大きくしておきます。こうですね、はい、じゃあ次いきますよ。次はですね、この折り目ですね、この折り目がついたところから斜めにこう45度三角形にこう折ります。両側をね、こちらでちょっとやってみてますと、この角ですね、このところをこうと、ちょっと紙が厚くなってますので折りにくいですが、ずれないように丁寧に折ってください。こうですね、反対側も一緒ですよ。いいですか。あれ、なんかちょっと違う。あ、ここは違う。こうです。ちょっと確認させてください。大丈夫ですね。あ、大丈夫。合ってます。はい、みんなこう。あ、大丈夫ですね。あ、皆さん合ってますね。はい、ちょっとこっちの方が色がついた方が分かりやすいかな。
したら今折った三角形を一旦開いて、開いて、また開いてですね。そうすると開きますとですね、ここに谷の折り目がついております。へこんだ折り目ですね。でここに今山折り線がついてますけど、これを今から谷に変えながら畳んでいきます。どうやって畳むかというと、ちょっと見といてください。これこちらはそのままでいいですよ。だからここをこういうふうに折って谷折り線に変えます。今これ山でしょ、手前側がこういう、それをこう逆に谷になるように折り替えます。はい、そして、そのまま畳むとこう角が内側に入り込んだような形にまとめることができます。自然にそうなります。今言ったのをもう一回繰り返しますと、この2箇所ですね、これが内側にこう挟み込まれたような形、そうですね、それでいいです。こういう形を中割り折りと言いますね。はい、そしたら、この折り目しっかり詰めて強くつけておきましょうね。あとでこれが一番重要な折り目になりますので、はい、そしたらこの折り目ついたら開きまして、開くとこんな感じになると思います。ちょっとこの辺が白くねこう見えると思いますけど、このままで構いませんよ。そしたらこの境目の線に沿ってですね、こう折ってみてください。今こう先ほどこう折ったところがあるでしょ。でこの境目の線に沿って、これを折ります。折って開きますね。反対側も折っていただきます。こうですね。はい、これで、出来上がりです。はい、そしたらですね、今折った線で自然にこう立体にこうすると、今さっきつなぎで作った部品と同じような形のが両側にできる屋根ができますね。屋根ができますね。そうです。でこれをこのお家のところにここに差し込む。差し込み方はさっきと同じです。はい。ですから、ちょっと私これで実際やってみせますね。こうありましたら。この2つですね、この2つの角を先ほどこの部品に差し込んだのと同じように、これの裏側ですね、裏側にもうすでに入ってますから、それを真似するように両側に差し込む。こんな感じ、ここに差し込んだと同じですね。で反対側も同じように差し込む、違いですね。そのままでもできますけど、これをここに、ここは入れる場所がはっきり分かる、はい、でこちらも同じようにこうやって入れる、反対側も同じようにするんですね。はい、この方が固定、さっきと同じこの、ちょっと時間足りないですね。もうここでやるんですよ。煙突は小さいどうしても最初差し込んだところが外れる人はですね、最初の差し込み、これ入ってないんですね。入ってない。入れたところが浮き上がるときは大体入ってないんですね。はい。はい、ここですね。はい、ここです。これも入ってないですね。ここは浮いてるっていうのは入ってないですね。
はい、ということでですね、実はですね、本当はこれにまた煙突をつけるところまで行きたいんですけど、それしてたらですね、こちらの箱がもう作る時間がなくなりますので、あとは本とかをご覧になっていただければ、もう次絵と作れる作業は簡単なので、まあ本をご覧になってやっていただきたいと思いますので、そのブロックはまた持ち帰っていただくということで、一旦時間が余裕があればまたやりますけれども、お家は この段階で一旦止めさせていただきます。はい、それでは話を変えまして、普通の色紙ですね。そしたらですね、次は箱を作っていきますが、箱の蓋ですね、これを皆さんで一緒に折っていきます。で、今色紙があります。15センチの普通の色紙が袋の中に入っております。これですね、で、柄物といろいろありますけど、実はですね、柄がついた紙の方ができたら見た目は綺麗なんですけれども、折り目がですね、模様のために見えにくいんですよ。だから初めて作る時にはちょっと柄物を今一応入れ置いておきましたけれども、ちょっと難しいと思いますので、色のついてない無地、柄のついてない無地で、折っていきます。はい、じゃあ無地の紙を2枚ご用意ください。はい、文字を2枚、はい、いいですか、袋に入ってるのから文字の色を2枚、折っていただければいいですよ。はい、それでじゃあ、それを今から折っていきます、はい、いいですか、見てください。はい、まず三角に折ります。三角に折ってすぐ開きますね、はい、開きましたらですね、今度は今の三角 の対角線に合わせ揃えてですね、縁を揃えてこのような、形を作ります。で、今追加で新しい紙を配布しておりますので、色違いのあと2枚でも同じようにこの形を作ってください。
こんな感じですね。4つ同じものを作ってくださいね。よろしいでしょうか。じゃあ次行きますよ。はい、はい、見てください。次はですね、この向きに机の上に置いて、これをですね、こう置いた時にですね、ちょっとこれ右に落ちていきます。何も言わなければ多分この角と角を合わせたくなると思いますけど、合わせません。ちょっとずらします。いいですか。あの皆さんにお配りしたこの本体を作るときはこの角を合わせるんですが、蓋はちょっと大きくしないといけないので、そのためにこの先端に5ミリぐらいズレができるように、上にちょっと5ミリぐらい余るように作って折ってください。大体でいいですよ。定規で測る必要ありませんよ。ここに5ミリぐらい、はい、5ミリが7ミリになっても構いません。はいはい。で、大事なことはですね、今からこうあと残り3枚も折りますけど、これが全部同じ幅にずれて折ればいいということです。いいですか。これがあの折るたびにこうずれ幅が違うと困るんですね。いいですか。間違えないでくださいよ。よく間違えるのがですね、このこちら側が手前に来るんですね。手前、これが向こうに出ないでくださいね。向こうに出ないで手前に少し下がった位置に、折るというね、5ミリぐらいです。その5ミリか7ミリでも8ミリでも大丈夫です。はい、こんな感じですね。あ、逆ですけど、あ、そうか、いいのか、いいか、裏返しとってるんですね。はい、あ、そうすると、これ、ここがちょっとずれてるのが、ここが、あ、これは綺麗になってるから結構ですね。はい、全体的にボリュームが弱いんですよ。爪とですね、いつもこう指の腹で押さえてるだけで、そうすると綺麗に仕上がるんですよ。はい、それじゃあ次いきますね。はい、次いきますよ。一旦これ、開きます、ね、開きましたら次はですね、ここに色のついた面と白い部分の境目がありますね。ここ、この境目のところに沿って三角にこれを折ります。こんな全部です。4つともですね、目に合わせて4つとも折ってください。これは全然ここの境目が違うんですよ。ここがちょっと空いたらダメなんです。そこ丁寧に。
ゆっくり丁寧にやってください。はいはい、はい、それじゃあ次行きますよ。いいですか。あの実はこれ折り紙の講習、昨日も別の場所で横浜でやったんですけれども、昨日間違った方が何人かいらっしゃってですね、この段階でこの右側の1枚をこう引っ張り出して上にかぶせる、これを忘れた方が何人もいらっしゃったんで注意しておいてください。左側はそのまんまですよ。左側はそのまんまで、右側だけは開いて上にかぶせる。はい、それじゃあ次行きますよ。これで今ですね、折り目がですね、皆さんのところはこことここに折り目がついているのが見えると思います、ね、ところがこの間に折り込んだ三角形のここに折り目がついてないんですね。だからここもちゃんと折り目を今からつけます。つまりもう一回ここでこう折ってくださいってことですね。こういったら開きます。全部同じことしてください。この折り目が最終的に箱の縁の線として出てきますので、爪で強くつけてください。ここがもわっと折っていると、箱がなんかもわっとなった形であまり綺麗にはなりません。はい、では次行きますよ。いいですか。あ、これ開くんですよ。折ったら開きますよ。前にあの磁石です。つけている形と同じように必ずしてくださいね。はい、だから同じ形にして開いてください。はい、それでは次行きます。これ全部横向きにして左側が尖ったように、あ、どっちがいいかな、ちょっとごめんなさい。あ、こっちがいい。右に尖ったように置き換えてください。でもね、そしたら真ん中に、線が折り目がありますので、そこで半分に畳みますよ。はい、それでは次行きます。いいですか。皆さんのはこう折り目がここにうっすらとついていると思います。ここ山の折り目がついているんですね。で、この折り目が今から次の折りの作業の、ポイントです。左側に書いてますように、今つけた線に合わせてここをこう折ります。この手前の縁がこの山折り線ですね。折り筋が1本見えますので、そこに合わせて折ります。そうすると斜め45度にこういう形で折れます。他のも全部同じようにやってください。はい、ここですね。はい、こんな感じ。はい、そしたら折ったらですね、戻してください。今の折り目つけましたら戻します。はい、じゃあ、この箱の折り紙でですね、一番難しいのが次、今からやる作業なんです。
よく見ていてくださいね。はい、まずですね、こういうふうにしてですね、大事な点、ちょっと今から赤です。印をつけます。この点、この角分かりますか？この今折ったばかりの折り目のこの右上の角、赤で印をつけたところですね。皆さん自分のところでそこだっていうのを確認してください。そうですね、皆さんそうですね。はい、そしたらですね、ここにですね、今折った一つのですね、このどれかはですね、この角にここの直角が合うように置いてください。わかります？部品が他に余ってるでしょ？それのうちを、この赤いこの点にこの直角ですね、この直角の角をここにこう合わせて重ねます。こうですね、ちょっと見せてください皆さん。そうですね、皆さん、そうですね、あ、そうです、結構です。で、これがですね、次折る時の作業の基準になる線で、大事なのはこの右縁のこの線です。ここにですね、よく見といてくださいね。これ適当に この辺にこう折ると、適当に曲げるとここと離れますね。これが離れないように、この直角のこの線に合うように、この赤い点を通るように折ります。ちょっと難しいです、これ。ちょっと見えるように置きますのでね、こういうふうに置いておきますので、ちょっと確認してください。わかりますか？わからない人はちょっとお手伝いします。いや、本当に顔が可愛い。多分ですね、大きくなったら数学大丈夫です。よかったね。数学で心配することは多分ないと思います。いや、このくらいの年齢でこのくらいスッと折る、まず図形をパッと認識してできてるんですよ、頭の中に入るんですよ。私は双子なんですよ。私は一卵性なんです。二卵性、二卵性ですか。でも、まあ、はい、そしたら、これ他も同じようにやってみてください。1個できたらですね、この形がとても重要なので、はい、ずっと一つずつ全部同じように割っていきますよ。この目安になるこの定規がポイントですね。実はですね、この定規にを使った折り方はですね、昨日横浜でやった時にですね、受講者の中がの人お一人がですね、こうしたらいいんじゃないのって言って教えていただいたんですね。あ、なんか出演されてます。完全に通学苦手な説明した瞬間にも形が分かってて、作業に入るんですよ。今ですね、東京大学の駒場の教養部ですね、あちらのキャンパスで計算折り紙っていう東大でそういう研究をしている人とかですね、それとか MIT っていうマサチューセッツ工科大学ですね、そこのもう天才的な人がいて、17歳で大学に入って21歳で博士号を取ったという超天才数学者、コンピューターサイエンスですとか、その人の展示会が今駒場でやってるんですよ。だから東京大学のなんか教養部とかなんか検索されるとその展示会の情報があります。はい、それじゃあ次いきますよ。今こうやって4つともやったら、まあ、最後の1つは他のやつを使えばいいんですけど、これを全部時計回りに90度だから、止まったこれを時計の針だと思ったら3時の方向を向くように置き換えてください。3時、全部3時ですね。だから右向け右ですね、尖ったこと。はい、そしたら次いきますよ。いいですか？まあとりあえず1個置けばいいですけれども、この縦の縁が12時の針ですね、この方向にこの尖ったところをこう折ります。縁に揃えて折りますね。そうです、
ちょっと爪にキュッとした方がね、あの折り目がしっかりつきますよ。全部同じことをしてください。で、今3つやっていただいた、4つやっていただいたのは3時の方向に向いたものを折ったら12時の方向向いたんですね。はい、そしたらまた90度回転させて尖った針だけ見たら右側の3時を向くように90度回転させますよ。はい、向きを変えまして、そうすると先ほどと同じように尖った角が3時の方向向いたので、またこう折って12時の方向を向けてください。はい、あの紙が厚いですのでね、爪でギュッと折らないと折りにくいかと思います。ちょっとお手伝いしますね。あと1個ですね、ここまで。あ、もう1個、もう1回ですね。はい、実は折りの作業はこれで終わりです。あとは、紙の重なりを変えるだけです。丸く石ころみたいに、ちっちゃいから、ちっちゃいから、お兄ちゃんと比較したのですけど、もう能力は全然現段階で違う。はい、それでは、いきますよ、終わりですか。今あの4つ折りましたけど、今からする作業は1個だけやります。残り3個はしないでください。いいですか。どうするかというと、1つだけ取ります。ちょっと邪魔にならないやつ。はい、ここに今こんな向きになってますね、皆さんね。で、これちょっと空中に浮かせて持ってください、ね。そしてこの尖った角がありますが、これを外すように、この広い部分ですね、ここをギュッとすって尖った角が裏側に回るようにしてください。もう一回やりますよ。こうあったら、こっちは持ったまんまで、この広い部分をですね、こう、分かりますか。あ、裏に、裏側に、だから尖った角が裏側に回ろう。そしたら裏返してください。これ裏返して、そうするとこれもうほどけないでしょ。これ他のやつは指を離すとこれほどけますが、今やった分だけはほどけないで済みますね。1個だけですよ、残り3つはしませんよ。1個だけですよ。いいですか。はい、それで結構ですね。はい、それじゃあ次いきますよ。残り3つはどうするかというと、あのこうこう折りましたけど、こうほどいて、あ、ごめんなさい、ちょっと折り目がくにゃくにゃしてますけど、この状態に戻してください。こう、この尖ったところ。違う色のパーツの方がいいですよね。最初のは。いや、最初だけで、あとの残り3つですね。あの2枚2枚で折ってるんでしょ、今。まだくぼむ段階じゃないですか。まだそこまでいってますよ。とにかく残り3つはこの状態ですね。いいですか。はい、それじゃあ次いきますよ。はい、次は今やったこれをですね、この折り目が開かないように注意しながら、こう裏返してください。全部裏返して、はい、とりあえず向きを揃えるために全部12時の方向を向けておきましょうか。はい、はい、次に行ってますよ。裏返しましたよ。で、次、はい、よろしいですか。ちょっと手伝ってあげてください。はい、そしたら、1個だけこうさっき最初に折ったものですね、これの向きをちょっと変えます。この向きにしてください。尖ったのがですね、くじの方向を向くよ。くじ側、これが、あ、くじだ。はい、残りは12時の方向を向けといてください、ね、いいですか。じゃあ今から組み始めますよ。お、意外と予想が早く進んでますね。なんとか出来上がりますね、これ。はい、それじゃあ1枚だけこういう風にずらして、
これをこの縁ですね、ちょっと分かりますか、ここの縁、赤で今示しますけど、この縁に、これの縁にここにこう合わせます。で重ねますね。これが上に乗ってますよ。でこの十二字のこの針をずっとこの下、この九字の針の下に差し込んで少しずつずらして一番上ぶつかるところまで入れてください。これ十二字の方向を向けたまんま差し込む。はい、そうですね。あ、皆さんできてますね。やっぱり昨日の経験が役に立ってるわ、ね、はい、昨日はこの辺がえらく苦労したんです。はい、それじゃあ次行きますよ。ここに私色黒で線を引いてますけど、皆さんここは山折り線ですか谷折り線ですか。山ですね。で今からこれを山折りしますけど、仕方のコツがありますので見といてください。こう山折りしなさいって言ったら無理して折ろうとしますけど、そうじゃないですね。これこう縁を押すとこの折り目が浮き上がって立ち上がって勝手に山折りになります。はい、今みたいにやってみてください。机の上に置いてやると、そうですそうです、順調じゃないですか、バッチリです。はい、はい、そしたら次もう一個ここに折り目がついてますね。今度もまた山折り線になっているはずなんですね、これもね。はい、この今、三字の方向向いてますけど、この角をこうするとやっぱりこういうふうに折れる。はい、そうですそうです。はい、それじゃあ次いきますよ。結構ですね。これで 1つ目と2つ目が組み合わされました。今度は3つ目いきますよ。3つ目どうするかというとですね、今度はですね、ちょっと見てください。こうする、揃えましょうね。今度は新しい部品をこういうふうに3字の方向を向くように、このパーツをここに置きます。左側に置いてください。すでに2個組み合わせたものの左側に、あ、ごめんなさい、間違った、すいません、こうだ、今の忘れてください、すいません、修正します。こっちですね。このパーツをですね、下の6字の方向を向くように時計を置きまして、こんな風に今すでに2個組み合わせたやつの向こう側に置きます。ここにですね。はい、そしてこれを少しずつ動かしますが、大事なのはまずこれの下ですね。 ここの螺旋にこう組んだ部分のこの下に差し込んで、その後ですね、ここのこの上にこう出るように、ここにこう出るようにします。ここですね。だから先端は必ず見えないといけない、裏側に回ってしまわないように注意してください。こっち、これが折れます。で、ぶつかるところまでグッと押しますね。はい、あ、色は互い違いですね。今一つ取って次の色ともう一つの色ですね。はい、あとこれここですね。色はいいんですか。はい、ここで結構使ってます。はい、そしたら次いきますよ。はい、すいません、ここちょっと修正。それじゃあやりますよ。いいですか。そしたらもう分かってる人いると思いますけど、ここに山折り線が見えるので、これを押して山折りしますよ。でその次もまた同じように引き続きもう一回山折りしますよと。折り目が山折り線がついてますので、それをちゃんと確認すれば軽く押すだけで結構。これがですね、これはもうちょっとデッドされます。そうするとここがこう、はい、こうですね。はい、うん、これはい、それが済んだら最後はこうですね。こうやって今度が九字や。九字の方向をこういうふうに見えるようにしますね。もう一個の最後のパーツ。あとここが折れてるとわからない。ここいいですか。
最後の一つこうやってちょっとあの3つ目をこぐ時が少し分かりにくかったので、この縁を揃えましょう、今赤で示します。すでに組んだ3つのパーツのこの部分とこの、時計の針のくじを向いた方向のこの縁が揃うように上に重ねてください。そしてそのまんま少しずつずらしていったらこの下に入りますので、そのままずっと押していくとまた先端が見えます。時計の針が先端が見えて一番ここまでぶつかるまでギューッと差し込んでください。そうすると模様がちょうどあのこう十字のような形になります。ぐーっと ここまで差し込むんですね。あ、そこじゃなくてここの上から、ここからここです、そうです、そうです。でここでぐーっと差し込む、はい、ここですね。でぐーっと差し込みましたらやっぱりぶつかりますので、そうするとこの山折り線が見えるので、そこで山折りしてまた山折りすると、これで4つが組み合わせが終わりです。はい、ちょっと見てまいりますね。これがですね、4方向向いとくってこうか回るとわからなくなります、ね、そっちに大丈夫ですね。はい、そうですね、はい、ちょっと最後手伝いましょうね。適当ね、最後このあ一つの間一つ折り忘れてるね。はい、そう風車みたいな感じになるんですね。はい、あ、綺麗にできてますね。はい、はい、これがですね、ここ当てるんですよ。で、これを折ります。これただ動きやってるのと折り忘れがあるんです。これも入るのが折り目がついてますから、見たらついてるから、それを やらなきゃいけない。じゃあいいですよ、これ。一旦組んだらですね、空中に持ったりすると動きますので、このまんまですね、そっとしておいてください。はい、それじゃあいいですか。あ、ちょっとやってみましょう。いや、手伝います。私はいいですか。はい、じゃあ最後終わり、立体にしますね。これ今十字になってますが、中にはこうこの辺がこう寄ったり動いたりしてる人がいますけど、ちゃんと十字にして、そしてこの状態でですね、動かないようにちょっと注意しながら裏返しですね、お好み焼き返すように裏返します。ちゃんとこう4方向に広がっているようにしますね。はい、そしたらですね、これについている折り目をよく観察するとですね、今から点線を描きますけれども、ここにずっと谷の折り目がついている、ここ、ね、それからここに山の折り目がついているんですね。よく見るとそうなっているはずなんです。触らないでください。ついてない。ついてないって今言われても後でお手伝いします。ちょっと待って。はい、それじゃあ、いいですか。じゃあ行きますよ。いや、皆さんがやりやすいのはここだな。多分この部分がやりやすいので今からこの部分をやります。ここ2枚重なってますね、うん、2枚重ねてますけど、ここで間に指を入れて1枚だけをこの谷折り線でこう折ります。そうするとこういうふうに立体に起き上がります。あ、こう立体完全に折ってしまう。こう上の1枚だけ使うんですね。はい、はい、そして次いきますよ。次も同じように右側のここの線、谷折り線なので、こう上の1枚だけをその線で強く折ります。そうするとやっぱりこういうふうに起き上がりますね。はい、じゃあこれだと元に戻りますが、幸いなことによく見てください。ほら、見てない人いっぱいいますよ。見てください、見てください。ここに袋があるんですね。袋の入り口はこの角をここに入れます。起こしながら入れるんですね。そうするとこれが中まで入ります。そうすると今度はあの元の状態に潰れません。慌てないでゆっくり入れていってください。はい、そうですね。
で理屈がもう今の段階でああそうかって分かった人は私の説明聞かなくてやってもいいんですけど、まあ分からない可能性がありますので、いいですか。じゃあ次いきますよ。これ、90度全体をくるっと左側時計と反対向きに回して、今と同じようにこの1枚のここの谷折り線、上の1枚だけこう起こしながら、起こしながらやっぱここに入れるんですね。ちょっとこう髪をぐにゅっと曲げないとうまく入りませんが、こうやって入れます。はい、結局夢は見つかりましたね。で、4つ目も同じようにして起こしますね。で、最後の1個だけちょっと入れにくいので、最後の1個はちょっと、まあ、自力で頑張ってやってみて、うまくいかないときはお手伝いしますので、はい、3個まではこうですね、はい。はい、で4つ目がまで入れる。これ、はい、そうですね、こうですね。で、はい、これでいいですね。あ、ちょっとこの中でこうなっているから、そういうところを修正すると綺麗に、はい。で、これ、最初の、プラスチックの箱の中に入ってた蓋の本体です。あ、箱の本体の上にかぶせるときれいにきちんと収まります。はい。よく来ました。大丈夫ですか。はい、できました。いや、今から検査します。あ、もう天気も晴れてるね、皆さんの本体の方のこれができればと言っても、え、だから全く一緒ですよ。全く一緒、どうしてこういうふうに中は一緒じゃないですか。これですか。あ、ここですか。あれ、あ、これはですね、ちょっとですね、ちょっと今質問が出ましたし、時間は落ち込まない、大丈夫です、はい。それからですね、ちょっと今質問が出たのでそれについてお答えします。箱の本体のを見ると中にこう石ころみたいな、なんか四角いのが見えるけどこっち見えないというところですね。じゃあそれについて今から勇気ある人だけチャンス、そうですね、もう壊したくないという自信がないという人はやめてください、ね。で、多分自分で車に立てられると思う人だけやってみてください。今ここをこうしましたね。 この絵の一つ前の状態のこの平た状態に戻します。したくてもいいんですよ。そして、表のこの状態にしますね。これ、一つ前の状態ですね。ここでですね、いいですか、見といてください。ここ裏線のぐるぐる模様がありますが、これをですね、この上の1枚をこう開いて、この下に渦巻き模様を包み込んでしまうんですね、はい。そして次はこちら左側に移して、またこれを包みます。まだちょっと見えますね。だからちょっと見えるところを次順番にかぶせていきます、こういう。そして一番最後にこれ、ちょっと最後だけ少しやりにくいですが、ここの下でこれを包み込みますよ、こういう。でこういうふうに包み込みますと、
裏返しますよ今からね。今さっきは真ん中に石ころみたいなのが見えなかったって言いましたけれども言われましたけど、こうやるとですね、こう起こした時に起こした時にですね、ここに今裏返して内側に入れたものがここにこう見えてくるんですよ。あ、であと組み方は一緒です。そうすると渦巻き模様が完全に隠れますので、箱の本体と同じように裏側が螺旋模様になってつぶつぶの状態になるんですね。はい、だから螺旋の渦が巻き模様が外に出た方がいいという人は今日講習した通りです。そうじゃない方は今言ったような作業をしていただくといいと。写真撮るんですよね。撮りたい。どっちを撮ります？表のかぶせるところ。かぶせるところ。じゃあもう一回再現しますね。渦巻きをかぶせるところ、はい、かぶせる前に戻しちゃいますね。待ってくださいね。じゃあ一個ずつあの写真撮りたい方は、まず最初これがあ、ちょっと向きをそれましょう。はい、これが一つ目ですね。難しいから逆に行った時に、でもここのとこね、いいですか？はい、それじゃあ次行きますね。いや、いいですか？はい、それじゃあ次行きますね。これはこうしたけど、今度はこっちですね。これをこれが2個目までしたところ。ただ写真はあんまり要するに一つの順番に時計回りにずっとかぶせていくということだけを理解すれば自然にそうなる。はい、じゃで今2個目しましたけど、最後3個目ももう形ではなくて次はこっちだなっていう風な感じということで、こんな感じでしていただくと蓋の本体みたいに渦巻き模様が外に見えない形にまとまりますよということ。よろしいでしょうか。はい、他に何か質問等ございませんでしょうか。ここはっていうトマトの箱は米と色の裏側が緑色で表がで4枚同じです。同じのを使いますけれども、やっぱりトマトの方はこう同じ原理で身は全く一緒ですね。身は全く一緒ですけど、蓋の方はこういう紙の裏側が出るようにちょっとこうテクニックが必要なので、今日折っていただいた箱よりはこっちの方がちょっと難しくなります。はい。でも基本的な構造は見ていただいたら分かるように同じです。で、今折った紙のさらに縦横半分に切るとこうミニトマトですよ。あと形が変わって角度をちょっと変えると六角形になったり。八角形みたいな、ね、いろいろ形で変えられる。七角形もできますけど、まあ、七角形は妙な角度であるので、その寸法を測るのが難しいですけど。ということで、今ご覧に入れた作品はですね、全部新しい本に載っております。それから、これ一分の先ほど最初にお見せしましたのは、どれのちょっとここ、一つ前ですね、究極の本。はい、この本に載っております、はい、こちらですね。でちなみにこの表紙についている桜ですけど、鎌桜という名前つけているんですけど、これは、オバマ大統領が就任した時にお祝いで送ったものですね。で、なんで送ったかというと、ワシントンはポトマク川に日本から送った桜並木があって、とても綺麗に、だからワシントンの人とかアメリカの政治家にとっては桜というのはこの目力さんということで、お祝い興味ある方いろいろ本とか用意しておりますので、ぜひご覧になってご購入いただければありがたいと思います。他何か質問等ございませんでしょうか。あと作品等についてですね、ちょっと写真撮りたいという方はもちろん壊れない程度に触って写真撮っていただくことは構いませんので、ご自由にご覧になってください。ということで、一応これで一回講習を終わらせていただきます。ありがとうございました。